こんにちは、神田敦です。今回もボーイさんのマリオネットを課題曲に取り上げてギターの練習をしていきたいと思います。今回のテーマはブリッジミュートを使用したパワーコードのバッキングについてです。それでは行ってみましょう。早速パワーコードを押さえてみましょう。今回は例として A のパワーコードを押さえてみます。まず6弦5フレットの A 音を人差し指で押さえます。この人差し指で押さえているのがパワーコードのルートの音になります。次に人差し指で押さえた弦より1本細い弦の2フレット上、つまり5弦7フレットを押さえます。指は薬指か小指で押さえるのがおすすめです。あとはこのコードフォームを平行移動するだけで様々なパワーコードを押さえることが可能です。例えば人差し指を7フレットにすれば B のパワーコード、3フレットにすれば G のパワーコードといった感じですね。今回は6弦ルートでご紹介しましたが、5弦上にルートがある場合でも同様のフォームでパワーコードを押さえることができます。例えば C のパワーコードだったら、5弦3フレットの C 音を人差し指で押さえて、4弦5フレットを薬指か小指で押さえます。あとは平行移動していけば、様々なパワーコードに変化させることが可能です。続いてブリッジミュートについてです。右手をギターのブリッジ付近に当てながら弦をピッキングします。ブリッジミュートのありなしを組み合わせることで、様々なバッキングパターンを演奏することができます。何個かよくあるパターンをご紹介します。ちなみに今回取り上げているマリオネットで使用されている基本パターンはこちら。ピッキングは全部ダウンピッキングで行います。今回はおまけとしてパワーコードについて解説していきます。まずそもそもコードとは何かというと、例えばドミソとかレファラとか3つ以上の高さの異なる音が合わさったもののことで、日本語では和音と呼ばれています。基本的に3和音なら1度、3度、5度、4和音なら1度、3度、5度、7度と音が重なっていき、それらの音を少しずつ変化させることで様々なコードを作り出すことができます。例を挙げるとドミソという構成音を持つ C というコードがありますが、ここから3度を半音下げると Cm、 3度を半音上げると Csus4 というコードに変化します。4和音のコードでも考えてみると、例えばドミソシという構成音を持った Cm7 というコードから、その7度を半音下げると C7th、さらにそこから3度を半音下げると Cm7th といったように変化していきます。さらに5度の音を変化させることもできるため、組み合わせ次第で実に多くのコードを作り出すことができます。今回取り上げているパワーコードというのは1度と5度の2音だけで構成されたコードのことです。2音しかないので厳密にはコードと言えないかもしれませんが、ソックギターをはじめ様々な音楽で一般的に多用されています。パワーコードの魅力は何といってもサウンドのかっこよさとその手軽さです。実際に曲を演奏しようとすると実にたくさんのコードを見かけると思います。特に初心者の方はこういったコードをいきなり全部覚えて弾けるようにすることはなかなかハードルが高いでしょう。しかしご安心ください。ここに登場するコードは全てパワーコードで対応可能だからです。なぜかというと、これらはみんな同じ1度と5度の音程を持っているコードだからです。コードのキャラクターを表す上で重要な3度と7度を持っていないシンプルなパワーコードだからこそ、様々なコード上で演奏可能な初心者の強い味方なのです。いかがだったでしょうか？今回の動画が何かしら皆さんのお役に立てば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。